ドクターチェックでございます。これは佐野選手の蹴りによる有効だと認められております。最初に赤コーナー元ライフフェザー級1位ヨーペガサスアカデミアアーザ所属福島県出身31歳、戦績は39戦18勝20敗1分け18勝の千代とナックアウト勝ちでございます。対します青コーナー2014年クラッシュ 55kg 級新人王佐野天満クレスト所属神奈川県出身20歳、戦績は19戦15勝4敗15勝のうち2つをナックアウト勝ちでございます。セコンダーセコンダーセコンダー
散らして散らして、はい、どうぞどうぞどうぞ、はい、よいしょ、みんなで気をつける、はい、よいしょ、よいしょ、第2ラウンド終了。セコンダー、セコンダー、セコンダー、ラウンド3ラストラウンド、ラストラウンド終了しました。ラストラウンド終了しました。これよりジャッジペーパーの集計に入ります。これよりジャッジペーパーの集計に入ります。なおこの試合、王座決定戦でございます。保護で決着がつかない場合は、1ラウンド3分の延長戦に入ります。
本文、本文、はい、こっちはこれ見てないほら、ジャッジの集計の結果を発表いたします。ジャッジ大成30対27、ジャッジ小北流30対28、ジャッジ山根30対27、3対0、3対0をもちまして、勝者青コーナー佐野天馬。この結果をもちまして佐野天馬選手ビッグバンウェザー級新チャンピオンに輝きました。勝ちました佐野天馬選手には勝者賞のトロフィーがアウトガールより渡されます。そして勝者賞クリスタルダイブカラーアミノマキアが贈られます。プレゼンテーターはファスティングライフ株式会社取締役部長阿部泰造様でございます。おめでとうございます。ありがとうございます。リオペガサス選手、ベテランでしたがいかがでしたでしょうか。いや、すごく終わりになって僕もやりたかったんですけど、なんでよかったクラッシュの新人をステップに、そして今回ビッグバンのレポということですが、今の気持ちを聞かせてください。そうですね、まだまだ強くなるんで応援お願いします。今後の抱負みたいな、具体的な抱負はあったりしますか、来年に向けて。そうですね、まあなんか強い人といっぱいやりたいです。今日たくさんのお客さん来てます。最後にじゃあメッセージをお願いします。そうですね、なんかありきたりですけど、本当に一人じゃここまで来れなかったんで、20戦目なんですけど、そうですね、やっとついてきてくれた僕の応援団に本当に感謝したいです。ありがとうございます。佐野選手に大きな拍手をお願いします。